Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. もういつも通りの感じで、はい、おじろじろキャンプ場を開拓されてる、オーナー、はい、夫妻さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このキャンプ場を作るきっかけになった出来事っていうのはあるんですかね。出来事、僕ら結構夫婦に結婚してからキャンプハマったんですけど、それで結構関西のキャンプ場ぐるぐるいろんなとこ行って、はい、で結構不満が、ここのキャンプ場はこれが嫌やなとか、なんか景色良くなかったねとか、トイレ汚いなとかいろいろあって、でじゃあなんか自分たちでなんかこんな理想のキャンプ場とか作れたら面白いのになみたいな妄想をしてたら、次の日にはもう妻が山を探し始めてて、すごい行動力というか、決断力というか、キャンプ場やるやらない関係なく、山ってなんぼなんやろうとか、まあ、単純にいくらぐらいでできるんやろうみたいな疑問がちょっとあって、調べてみたら意外と200万とか300万とかで買える山もあったんで、あ、じゃあこれもしかしたら結構現実味があるんちゃうかなみたいな。それ何年前ぐらいですか。3年前ぐらい。あ、でもキャンプ歴 2年目ぐらい。本当にまた初心者キャンパーの時に、でもなんかキャンプがちょっと入り始めてたぐらいの時で、結構土日がなんか行くたびにどんどん混んできてて、うん、じゃあなんかもううるさいとか多いじゃないですか、とかテントめっちゃ近とか、それが嫌で、でもなんかその、まあ、テントが少ないような、あんま、まあ穴場的なとこ行ったら逆にトイレが汚いとかあるじゃないですか、はい、でも景色がいいとこがいいし、お風呂は露天風呂がいいしみたいな、そんなわがままを詰め込んだキャンプ場を探しても見当たらんから作ろうかみたいな。おお、すごいですね。自分の理想のキャンプ場を作ろうと頑張ってはる。まあ、まだまだ本当に頑張ってる途中すぎて、トイレも本当はホテルみたいなトイレ作りたいんですけど、良さすぎトイレなんで。あ、まあでも今プレオープンってことですよね。そうですね。そうですね。いつ頃に本当のオープンを目指してはります。一応管理棟の横に今トイレ棟を建てようと思って、ちょっと地盤が、はい、基礎まではちょっとやってるんですけど、はい、それが今年中に無理。今年は無理です。そうなんですね。まあでも来年の春ぐらいにはちゃんとこう使えるようにはしたいなと思ってるので、来年の夏ぐらいにトイレができてたらいいなみたいな。そんなに結構トイレ作るのが大変だったみたいな。大変ですね。なんか今基礎の工事をしてて、なんか全部自分たちでやってるんで、コンクリ練って、そうなんですよ。ブロック一個一個置いてるので、結構それが大変すぎて、でも時間が、まあ、そうやな。で今管理棟にしてる小屋は、私あれも私らが作ったんですけど、あれのなんかしんどさを知ってるから、なんかめっちゃ気が進まないんですよ。そうだから暑すぎて、あっちが、そう、夏は暑いし、かといってなんか雨降って涼しくなってもなんかちょっと水溜まってたらコンクリ固まらないからっていう、なんかちょっと自分らで理由を言い訳探しながら作りたくない言い訳をして、そう。でも2人だけで開拓してってるんですか。一応私のお母さんとお母さんの妹の、まあ、私にとってはおばなんですけど、の2人が大阪から週1ぐらいで手伝いに来てくれてて、ちょっと今日はいないんですけど。あ、そうなんですね。お会いしたかったな。サボってますね。完全に。じゃあもう平日とかは全部そういうので時間を、そうですね。作業がメインですね。お客さんがいていても、まあ平日は少ないので、その間作業したりとか、ということでやってますね。じゃ
やっぱりそういうトイレとか小屋作りとかいうのが一番大変ですか、はい、こう木を切ったりするとかよりも今は一番でも優先してやってるのはこの道をちゃんと車が通れるようにしたりとか あとは大きいテント張る場所が今はやっぱりこっち側そんなに多くないのでそこをもうちょっとこう大きいテント張れる場所を増やしたいなっていうのはあるんですけどそれも大変ですねそうですよね確かにまあユンボがあるんで飛べるカーがえそれが誰が、はい、私が運転してそうなんですかすごいだから平日はもうガッコンガッコンやって、うん、もう一昨日ぐらいもあそこら辺でずっと作業かっこいいなでも力がやっぱりないんでああその分重機乗ったらもう無敵みたいな感じでやったんでみたいなね筋肉なくても全然もう こんなんでやるだけなんで力仕事はこっちに全部任せてますおいくつぐらいですか29と30ですまだまだ若いですね空も行動力も伴ってきますわ次また来てもらった時には、うん、あのトイレットのブロックが1段ぐらい増えてると思います間違い探ししたらダメですね今の状態取っといて覚えててください切り株が何個か減ったなぐらいここ頑張ってんなとかね、はい、ちょっとずつ変わっていくのがうちの魅力でもあると思うんでそれ面白いかもしれないですね月に1回来てみてあここ頑張ってはるわっていう発見っていうのも面白いかもしれないですね。そうですね。うん、全然進んでないやんっていう人もたまにいる。応援しに来るみたいな。頑張ってって。っていう感じで頑張ってられるんで、皆さんプレオープンぜひ来て見てみてほしいと思います。お願いします。このね、うん、だんだんこう変わっていく様を見るのも。楽しみの一つやと私は思いますね今がね一番未開拓の状態なんで、うん、今ですすごい本当その本当山のそのままを感じれるキャンプ場やなって、はい、思いましたいやいいと思いますよ私ありがとうございます本当、うん、自由やし結構、はい、どこでも好きなとこ貼ってくださいって言われてもうどこに貼ればいいねっていうねもう想像しようにも広すぎて、はい、ないからねここやったらこうやしみたいなねそれもまあ楽しみの一つです試行錯誤しながら、ね、いやもう楽しみです頑張ってくださいありがとうございます頑張ります今回はもう突撃インタビューなので本当それでも対応してくれた、はい、素晴らしいこちらこそありがとうございます、はい、これからも応援してますので、はいよろしくお願いします。どういうキャンプ場にしたいっていう理想の一番強い思いっていうのはどこにありますか？はい、理想はなんか今の自然は残したままが良くて、はいあはい、で整備されすぎないような状態で、でも便利なキャンプ場がいいですね。そうトイレは綺麗で、でも本当はおいおいお風呂も作りたくて、お風呂ですか？露天風呂作りたい。景色いいとこに露天風呂作って、いやもう最高ですねそれ。そうなんか場内に露天風呂だったらね、飲んでても行けるんです。運転せんでもいいよね。そうついてすぐ飲めるっていう。そうなんですよ。あ最高です、うん。でも人数は今みくらいにも制限しておいて、今日も多い方なんですけど。多いですよね。結構バババーっと、うん。でもちょっとこう距離がありつつも、うん、まああんまり人の声もあんまり気にならない、気にならないようなところで、まあみんなのこうお客さんの、まあ、キャンプに対するそのマナーとかも、まあちょっとこの水準を維持できたらなと思って。うち来る人はなんかキャンプレベルがそもそも結構高い人多いんでそうですよね、うん、そうじゃないと多分なかなかね、だから逆にマナーがみんなすごく良くて、うん、いや今日も結構すごいなっていう、すごい多いですね、はい、いやもう私ら初心者のまんまもうすぐ山買ってやり始めたんで初心者で止まってるんでいやでもそっち系のねプロになられてるわけなんで、はい、はい、教えてもらってばっかりやな。もうキャンプのブランドもなんか言われるんですけど、まあオーナーやし知ってるでしょみたいな感じで言われるけど全然聞いたことないけど、なんかああ人気ですよねみたいなこと言ってなるほどとか言いながら、後で何やったん今のって言いながら分
からんって。まあ、うん、そんなんばっかりいやでもそうなりますよ。山にねずっといてあったらね。逆にキャンプしなくなった。えキャンプしながら開拓みたいなもんはしないんですか。最初の半年ぐらいは本当にもう常設してコールマンのテントを、でキャンプしてたんですけど、なんかもうテントで寝てても疲れ取れへんなっていうのにずっと気づいて。確かに。そう開拓して。寝床テントで、あのマットに寝袋にってやってたら、で結局近くの民家を借りて、あそうなんですか。もともと家は遠かったんですか。家大阪だったんで、毎週3時間ぐらいかかってたので、それもあってちょっとしんどいなっていうのもあって、なかなか開拓とキャンプをキャンプしながらっていうのが難しくなって、そうですね、オープンするってなったら、え誰がじゃあ受付に行くのみたいなそうじゃあもうやめるわってなったから、夫が辞めたらもうどこでも拠点は大阪じゃなくて全然いいんで、で鳥取に引っ越して、お仕事自体を、そうですね、大阪で働いてたのはもう3月で退職して4月からここでっていう感じ、本気で始めはった。すごいな。いやでも素晴らしい、若いうちにそう決断できたことが、そうですね、なんかもっとこう今の仕事に、前の仕事をずっと続けてたらどんどんこう腰が重くなってきたりするんかなってちょっと思って。絶対重いです。そうですよね。はい、重いですよね。重い、もう今から立ち上がれないですよ。もう無理ですよ、もう根っこ生えてますから。もう勢い大事やなと思って、これも、そう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 、ほんま若い時にね、もういい決断されたと思います。そうですよね。素晴らしいキャンプ場、ありがとうございます。そうですよね。奥さんがね、応援してくれるのが一番。そうちゃんともうなんか出世したりとかしてたらね、なんかいややめんのもったいないっちゃうって言えるんですけど、出世欲は全くなかったから、だから俺は万年平社員やみたいな感じで、それじゃもうやめていいなみたいな。あ、後押しというか、もう妻がもういつ辞めんのって言ってくるぐらいやったんで、ほんなら辞めやすかったんですね。もういいわみたいな。そうですね。こっち行こうかみたいな。そうそう。いやすごいなということです。いやほんまに、いやすごい、すごいな。ほんまにこういう若い人がおるんがすごい。ありがとうございます。びっくりしました。ねえ、こんな感じ、ゆるい感じです。もうでも楽しみにしてますので、ありがとうございます。ちょっと定期的に、はい、はい、調査しに行きます。はい、次ここが変わったよって、はい、もうね、発信して行かさせていただきます。ありがとうございます。いやもう応援になるかどうかも分からないけどな、うちらみたいね、こんなファンも見てるから ねえ、びっくりしました。お客さんの中でびっくりした、ほんまに。いやめっちゃ嬉しかった。2回目 やもんね、今までYouTube やってて、声かけられたのが2回目です。なんと嬉しいよ、ね、めっちゃ嬉しかったから、初め何言ってんのかなと思って逆に YouTube 見ましたって何のと思ったの。いや私かみたいな。やってるわみたいな。もうそんな感じで、はい、じゃあこちらも応援してます。はい、ありがとうございます。もうね、もうこんな感じやもんね。突撃ばっかりやから。でもいいと思います。いいですか。こっちもなんか前もって言われてたらちょっと緊張やっぱしちゃうから、逆にこれぐらい気楽な方が話しやすい。あ、ほんまに。よかったです。いやもうちょっと動画にさせてもらって、はい、ね、楽しみにしてもらって、ね、人気のキャンプ場になりそうな雰囲気はぐいぐい感じるんで。うちらの力いらんじゃん。いやいやいや、いりますいります。ね、ビビたるあれですけど、また今後ともお力添えをいただける。あ、全然全然、もうね、うちらは発信するばっかりなんで、頑張ってください。ありがとうございます。はい、いや今日はありがとうございました。急な取材にも答えていただき、キャンプ楽しんで、はい、もう楽しませてもらいます。もうどんどんちょっと雨降ってきた。じゃあ今日はこの辺で、はい、はい、ありがとうございました。Sometimes I ain't wanna be with you.
the way you say that it's all.